ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、うつろ眉のデモ版をやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、2023年の12月7日に、ダウンロード開始される製品版になる、ゲームとなりますが、デモ版が出ましたのでね、気になっていたホラーゲームの一つです。早速やっていきましょう。日本を舞台にしたね、ホラーゲームみたいです。1980X年、親元を離れ都会で下宿生活を送る男子大学生陣場湊斗。ある夜、湊斗は父英二から母方の祖母である深山絹が危篤だとの知らせを受け、母の生家がある山深い村一ノ瀬へと向かった。幼い頃会ったきり10年以上疎遠だった祖母、実の娘である亡き母の葬儀にすら顔を出さなかった祖母に湊斗は以前から嫌悪感を抱いていた。田舎道を進むバスに揺られながら、たった一度祖母と話した時のことを思い出す。お蚕様はね、たとえ繭を出られてももう口はないし飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまうの。人がそういう虫にしてしまったのよ。赤く染まる空と山の影が迫る夕暮れ、湊はこの地で窒息するような恐怖と隠された真実を知ることとなる。今からおばあちゃんのところに行くけど、おばあちゃんは、あ、そうだ、お母さんも亡くなっているのか。で、その葬儀に来なかったおばあちゃん。なんでなんだろうか。いや、グラフィックが綺麗ですね。はい、バスから降りましたと。田舎だな。田舎。ここまで来れば、はい。キヌさんの家はもうすぐだ。バスが通っていて助かったな。出なきゃここまで歩く羽目になって。なるほど。向こうから来たのかな。こっちには、ああ、キヌさんって呼んでるね。はい、これがバス停ですね。行方不明情報求む。カメラズーム。神田、馬田神田かな。38歳とか。なんか子供っぽいけどね。大島群蔵、84歳。行方不明者がいるみたいですね。いや、綺麗ですね。本当に。ここは？キヌさんじゃどこら辺なんだ？あ、なんだ。10円ゲームで遊ぶための必要な効果。10円ゲーム。何もない。あ、これ？あ、なんだっけ。お、10円。よし。やっちゃうか。はい。あー、これ系ね。懐かしいね。台を揺らす。あ、なるほど。悪いことしていいの。OK。あー、アウト。何個？残り5枚。いや、下手っぴ。チキン。なるほどな。落ちるときに揺らせば、ワープがあるな、でも。おお、入った。どれぐらい？ちょっと待って。ああ、もったいない。OK。どれぐらいだ？アウト。いや、なかなか少ないね。コインが。じゃあ。いや、これは。にょーん。雑になってる。丁寧に。くっそ。くっそ。悔しい。ああ、タイヤとかね、懐かしい。あ、何？ちょっと待って、これはあるぞ。10円が。まあ、いいか、話進めるか。キヌさんの家はこっちじゃない。なるほどね。ああ、ダム建設予定。ダムができるのか。
通りで人気がないわけだ。ネズミ返し、いいですね。これもまた行方不明者のね。あはあはあ、ここは違うんだ。お、10円。結構あのゲーム大事なのかな。どうなんだろう。あ、お墓あるぞ。お墓の方行ってみるか。ちょっと待って。あ、お墓の方行くか。あ、向こうかな、キヌさん家は。カラスだ。あー、でも一つだけ綺麗になっているか。これが、あー、深山家だ。なるほどね。深山家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐一じいちゃんもこの下に眠ってるんだな。じいちゃんも亡くなってるんだ。あ、向こうにすごい鳥居がある。向こうには行けないのか。あー、行けないね。でも綺麗な場所だな、本当に。ちょっと紅葉もしてて、いい田舎だ、深山。はい、入りました。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。なるほどね。おじいちゃんが亡くなって弔問に来た時にだけ。でも一度きりって言ってたな。そんな会ってないのか。っていうか、あー、会ってないだけか。村長の手紙。深山絹さんへ。役場の若造どもがわしのところにやってきて、村長であるわしにあんたを説得してほしいと言ってきた。ダム建設の立ち退き要請に絹さんが延々ごねていると。先祖代々守り続けてきた土地を追われるのは皆つらい。つらいが仕方のないことだ。わしも村の衆も涙を飲んで藩をついた。解雇でなした深山家の財があればどこへ移っても金に困ることはないだろう。そろそろ潮時だと思わんか。ここだけの話、大きな金が動く案件は良くない噂も耳にする。手荒なことはされぬうちに腹を決めることだ。なるほど。こっちもあるな。あ、鍵かかってる。父さんから鍵を預かってきた。ああ、なるほどね。鍵、二つあるぞ。祖母が持っていた古い鍵、どこの鍵かは不明。なんだ、別の場所を開けるんだ。いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし。あ、10円だ。父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。あ、線香。あー、線香をあげる。すげえ、モーションが丁寧だね。しっかりと。おー、マッチのシュシュっていうのもね、消すのも。丁寧な作りですね。佐一じいちゃんは井戸に落ちてしまった。あー、なるほど。物知りで、優しい。いいじいちゃんだった、キヌさんは。じいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。ん？母さんもって、母さん何、自殺したのか。どうなんだろう。
幼い港のハガキ。大好きな佐伯じいちゃんへ。お元気ですか？僕はこの春小学生になりました。毎日学校へ行って国語や算数を勉強しています。僕はじいちゃんにお願いがあります。僕に昆虫採集セットを買ってください。お母さんは蝶々もトンボもおじいちゃんあおもちゃじゃないから捕まえて殺してはかわいそうだと言って飼ってくれません。僕の友達はみんな持っていて僕だけが仲間外れです。次はいつ僕のお家に遊びに来ますか？僕はおばあちゃんに会ったことがないのでおばあちゃんも一緒に来てほしいです。じいちゃんが帰ると僕はいつも悲しくなります。毎日お母さんにじいちゃんがいつ来るか聞いています。お母さんはじいちゃんは遠くに住んでるからたくさんは遊びに来られないと言いました。早くじいちゃんに会いたいです。お返事待ってます。懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。あー、なるほどね。でもじいちゃんが書いた似顔絵とか、やっぱじいちゃんはミナトをすごく大事にしていたのかな。お？ハイド？いや、マジ？楽しそうだね。ハイドができるんだ。電話で痛み止めの生命ガンを注文すること。痛み止め使用すると体力とスタミナ最高だね。追われゲーじゃん。なるほどね、追われゲーだ。面白すぎる、やりたすぎる。じゃあもうここはとりあえず見たかな。はい、向こう側か。広いな結構。あ、10円。回顧棚か。父さんから聞いた話では深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。嫌な話だったんだ。その三種業というものがやってたけどもうやめちゃったんだね。4枚、いいですね。1日の予定表。風呂場でなくした兄弟の鍵を探すこと。朝食。あ？朝食2回食ってんな。死んだ鳥の焼却。そんな死ぬのか。夕食も2回食ってんな。兄弟の鍵を探すこと。喉が渇いた。水飲むんだ。これだけか。死んでる。死んだのを冷蔵庫に入れてどうすんだ。あー、ちょっと待って、行っちゃおうか。あ、こっちか。なるほどね、行けるようになった。はい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 、繋がりましたね。追われゲーだったらああいう場所開けとかないと逃げられなかったりするからね。井戸だ。あれ、井戸に落ちたって言ってた。この井戸に落ちてじいちゃんは死んだ。不注意で落ちた事故だったらしい。なるほどな。鳥たちだ。あ、10円。あ、後ろに、あれ、鳥死んでない？死んでる。あ、あるぞ。死んでんな。やるか。OK。お、来たぞ。くー。
行けそうだったね、今。ワープした。お、入ったぞ。セーブデータ間共有アイテム。何これ。セーブデータ間共有アイテム。当たった。やったー。嬉しいぜ。何のアイテムか分かんないけど。セーブデータ間共有アイテム。なんだなんだなんだ。よく分からんけど。まあこの出た時にこっからできるってことか。でもどんぐらい進むんだろうね。ここでならゆっくり休めそうだ。あー、なるほど。選択できるってことは、まだちょっといろいろできそうだな。つけとくか。ん？お札だ。薄気味悪い札だな。そういえば、昔この家に来たとき、これと同じ札を母さんが見て、気分が悪くなると嫌がっていた。それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると頭が痛くなってくる。なるほど。セーブですね。あ、まだ10円あるわ。セーブがお札でできるんだ。10円まだあるね。お、水。お？なんか落ちてる？どうやって取るんだろう？取り方があるのか？おお。幼い港への返信。港へ、はがきありがとう。港が自分ではがきを書いたんだね。大変よく書けていて、大したもんだと驚いたよ。そうか、お母さんは昆虫採集セットを買ってくれないのだね。じいちゃんも若い頃はたくさん蝶を集めていたんだ。けれども、ある人に港と同じことを言われてね。それから蝶を捕まえたり集めたりするのをやめたのだよ。命を奪って綺麗な姿をとどめるよりも、生きている姿を眺めることにしようと決めたんだ。昆虫採集セットは買ってやれないが、夏になったら蝶やトンボがたくさんいるところへ連れてってやろう。おばあちゃんは家の仕事が忙しくて会えないんだよ。だからおばあちゃんの分までじいちゃんとうんと遊ぼうじゃないか。港と別れるときはじいちゃんを毎度寂しく思っているよ。別れ際に港の頭を目いっぱい撫でてやるのも、次に会うときまで港が元気でいるようにとマネジナーをかけているんだ。寂しかろうがじいちゃんはおばあちゃんを手伝ってやらなくちゃいけない。だだをこねずに聞き分けのいい子でいておくれ。夏に会いに行くよ。約束だ。手紙書いてくれてるじゃん。ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前にじいちゃんは。なるほど。はいはい。ああ、ハイドだ。追われるんだね。兄弟の引き出し。これさ、違うんだ。鍵使えないのかな。じゃあまた別の機会。この鍵は何なんだろうな。こっちは疲労長廊下だね。ダイヤル。確か昔来た時も
この部屋には入れてもらえなかった。なるほどね。俺さ、もしかしてさ、この鍵ってさ、デモ版でしか手に入んないのかな。で、セーブデータ間共有アイテムを使うことで、製品版の時にこっちが使えるってこと？あと、生命眼とか。だとしたら、当たり取ってよかったのかも。休む。やべ。はい、くしゃみ出た。さあ。あ？行方不明ね。あー、バイコ。あ、鳥居だ。廊下だね、さっきの。誰だ？少女の写真。あれは井戸じいちゃんか。あー、じいちゃんが浮いてるのを誰かが見たね。誰か仏壇で泣いてる。誰だろう、さっき泣いてたの。この人？お母さんってこと？電車にひかれて死んじゃったのか。綺麗なお母さんだ。母さん？母さん、行くな！なるほどな。嫌な夢ですね。嫌な夢だった。本当ですね。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。今度のドライブ、幽霊にしとくか。ん？どこだ？これか？全部つけてみる？開かない。こっちは？あ、風呂場。風呂場気になるな。後で見てみたいね。ダメだ。風呂場どうやって取るんだろう。違う、風呂場。はいはい。ああ、これ出しといたらいずれたまんのかな。ちょっとまだわかんねえな。セーブしとくか。はい。んで、廊下で、あ、玄関の方だ。玄関の方。どうか。ここは、あ、電気ある。そうだね、父さん来るって言ってたもんね。父さん？父さん？あ、鳥の頭だ。ん？切られ、引きちぎったみたいな感じだね。あ、電話だ。もしもし。ミナト。私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。
先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃあの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？当たり前だろ、子供じゃあるまいし。そうか。ミナト、気をつけなさい。ああ、おやすみ父さん。なるほどな、首を絞められた可能性があるってことか。喉が渇いた。ここも開かないね。台所で水でも飲もう。あら、ちょっと待って、これ何？暗くてよく見えない。これが佐伯じいちゃん。佐伯じいちゃんの家だ。あんな事故さえなければ今も元気にしていたかもな。じいちゃんが生きてさえいてくれたら母さんも死なずに済んだかもしれないのに。これさ、一番右のやつさ、さっき悪夢に出てきたよね。なんだろう、先祖？先祖なんだろうが。他には変わったやつないね。電気つけたところでだな。あ、ちょっと待って、これ宮間家の家紋ってだけか。そうね、じゃあお水飲もうかな。いろいろまだ喉が渇いた謎だらけだが、暗くてよく見えない。目を凝らせ。なんか来そう。お、なんか白いの通ってったぞ。今のはなんだ？こいつ、そいつに追われんのか？鳥の鳥引きちぎった犯人？どこだ？あ、いた。あ、女性か？あー、鳥食ってる。なんだこのマガダマみたいな、これなんか描かれてんのか。裸だ。あー、ここで終わりか。めちゃくちゃ気になるし、いや面白そうっすね。ストーリーとしても、そのおばあちゃんを許せないっていう感じでスタートはしてるんだけど、おばあちゃんがこの、そうだな、三種行で何か隠していることだったり、いろいろ秘めているところと、この白い女性が誰なのかっていうとこ、あとおじいちゃんが死んだ時のね、謎っていう感じなのかな、もしかしたら、事故じゃないかもしれないとかね、そういったところも含めていろいろ楽しみなストーリーと、あとハイドがあるってところで大荒れと、回復があるってところでまたね、いろいろ楽しめそうなホラーゲームですね。いやー、とてもグラもいいし、かなり期待のできるホラーゲームです。とりあえず2023年12月7日まで待ちましょうか。ということで今回この辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。